2008年中華民国総統選挙は、2008年3月22日に中華民国で行われた総統を選出する、選挙である副総統も同時に選出する、総統候補は副総統候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする、総統任期は4年、連続再選は2回まで、選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する、 中華民国国民、在外住民にも選挙権が有する。非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復、または帰化したもの、大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、非選挙人として登録できない。 立候補にあたって政党からの推薦を得るか、複数の政党による推薦が必要である。無所属で立候補する場合は、直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。社候補への投票者は投票用紙に1を、馬候補への投票者は投票用紙に2を記入する、記名式投票である。国民党の場永久主席の出馬表明を受けて、 民進党の中央常務委員会は2007年2月14日、総統選挙の告示を3月1日に行うことを決定した。当初の予備選挙のスケジュールはというものであった。党内で最初に出馬を表明したのは元行政委員長の社長邸で2月16日に早々と出馬表明を行った。さらに2月22日には党主席のユースズが25日には 行政委員長の蘇佐田正が相次いで出馬宣言を行った。3月6日になって、旅州連副総統が出馬を表明するとともに、予備選挙立候補手続きを行った。すでに出馬を表明していた3人は、それぞれ8日に手続きを行い、民進党の四天皇と呼ばれる4人で選挙戦を争う構図となった。台湾社による討論会や、 党主催による3回のテレビ討論会を経て、5月6日に、党員投票が行われた。投票率は56.11%だった。党員投票の結果、社長邸が他の候補を大きく引き離し、時点の総定ダマとの差が1万6000秒近くもあり、また、事前の各種世論調査でも、社長邸のリードが伝えられていたこともあったことから、総定ダマとユースズはその日のうちに、 予備選挙からの撤退を表明。旅州連は当初こそ選挙戦を続けると表明していたが、翌日に予備選挙撤退と社長停指示を表明した。3人の候補者が予備選挙の事態を宣言したことにより、世論調査を行わずに予備選挙を終了することとなった。5月30日、正式に社長邸が民進党の候補者として決定された。社長帝が副総統候補として、 誰を指名するかについて、蘇サダマサや洋木クラン元行政院副委員長の名前が挙がっていたが、8月15日に蘇サダマサを副総統候補に指名した。2005年7月に行われた党主席選挙で馬英九が王近平立法委員長に20万票以上の大差をつけるなど、以前から馬英九が国民党の候補者に選ばれる空気が出来上がりつつあった。 しかし2006年後半から取り沙汰された台北市長時代の特別支出費に関する横領疑惑で状況が一変する2007年2月に馬英九が起訴されしかしこのことがかえって馬英九を相当選挙の候補者にするためのものだという批判を読んだ国民党の予備選挙には馬英九のほの他に高尾市藩大学の雷京雲教授が出馬を表明したが雷京雲は 予備選挙への登録に必要な署名を集めることができなかった。また、出馬が有力視されていた王金平も立候補の表明を行わなかった。このため、予備選挙への登録を行えたのは、馬英九ただ一人という状況になり、国民党は5月2日、中央常務委員会において、馬英九を総統選挙の候補者とすることを正式に決定した。総統選挙には副総統候補と、 コンビで立候補することになるが、バエー級は、この人選に苦労することになる。当初、副総統候補を、王金平と考えていたが、互いの意見が一致せず、両者の話し合いは5月31日に決裂する。6月23日、副総統候補として、小津村が元行政委員長が、最終的に選ばれた。立候補にあたっては、2004年の総統選挙あるいは2008年の、 立法院選挙で5%を超える票を得た、政党が、総当、副総当候補を推薦できるほか、その他の小政党、無所属の者も、一定数の署名があれば、候補者になれる。これに基づき、八課党の林木にへと、曹操湯、大道自費再政党の大胸秀と、長連で、無所属の小秘吉と、長新徳が立候補を目指したが、期日までに、規定の署名が集まらず、 民主進歩党と中国国民党の2党の候補者による直接対決となった。このほか、署名による立候補届での動きを行わなかったものの、立候補の意向を示したことがある人物として、貴子康氏、菓子会、蔡活文、陳元紀、高博康氏、長利博がいた。詳細は、第7回中華民国立法院選挙を。 参照総統選挙の前哨戦として2008年1月に立法委員選挙が行われた結果、中国国民党が立法委員の定数の3分の2をコス81議席を獲得し対象した。これにより国民党は単独で総統を罷免できる権限を手に入れた。さらに新民党や無所属議員等と協力すれば憲法改正も可能となる。 一方の民主進歩党は27議席しか獲得できず惨敗した民進党と同じ広島緑陣営に属する台湾団結連盟に至っては候補者が全員落選して議席を獲得できなかった中国との統一共同市場の設立を行うべきか否か馬候補は行うべきだとしているが社候補は認めるべきではないとしている李登輝は 国の独立を守るためにも認めるべきではないとして3月20日に社候補への投票を表明した。中国で取得した学歴や資格を台湾でも認めるか否か。馬候補は認めるとしているが、社候補は失業者が増えるとして認めるべきではないとしている。政治路線、編集法哲学を専攻したことから、哲学的思考に立脚した政治路線や原則を打ち出してきた。 また内心では強固な台湾主体性哲学を持ちつつも国民党や中国など民進党が伝統的に対立してきた勢力とも和解と強制を打ち出し対話を求めるスタンスで現実的な理想主義者とも言われる基本哲学、編集6つの基本政策理念、編集台湾維新、編集日本が明治維新によって開国し近代化したことに習って 戦後中華民国政府の支配によって内向きで閉鎖的な傾向が出てきた台湾を解放し多元的で寛容な開かれた海洋国家として建設しようというスローガン及び目標幸福経済編集純先進国レベルでグローバル経済の真っ只中にある台湾は単に GDP などマクロ指標の高さを目標にするのではなく国民の生活の質満足度 幸福度の向上を目標とすべきだという主張。台湾運命共同体。編集。台湾運命共同体とは、エスニックグループの違いを乗り越えて、台湾住民の運命は一つだという考え方で、社長邸が1987年に打ち出し、現在台湾社会では共通認識になっている。次の三つの次元からなる。政治的に、台湾の2300万人は、 中国の脅威と圧力を受けているという運命を共にしている。経済について短期的な利益を考えるのではなく、生態、環境、司法、法治、教育制度に配慮した発展を目指す。社会的弱者に対する思いやりと関心を持ち、適切な制度を作っていくこと。それによって、社会を安定させる基盤づくりができ、台湾の一体性が強まる。和解と共生。 編集2005年行政委員,委員長に就任した際、激しい政党対立の緩和が国民から要請されていた。そこで異なる立場や思想を持った集団とも敵対ではなく、和解と共生が必要だと主張した。実著では、共生とは単なる共存ではなく、積極的に異なる者同士が交わり、対話する状態を指すと説明している。具体的には、陳水編政権になってから、 敵対状態が続いてきた国民党との対話と協力であり国内の不毛な対立を使用してこそ国際的に困難な状況を克服できると主張する。また台湾にとって最大の脅威である中国とも高級平和を目標に対話を打ち出した主体性と解放性編集台湾の内政改革や対中国政策に関する原則台湾は改革と建設 対中交流を進めるべきであるが、それは台湾の主体性を基盤にするとともに、カく何かにに閉じこもるのではなく、海洋国家としての特性を活かして、異なる他者への寛容と解放性を持ち合わせなければならないという主張。台湾の主体性を守ってこそ、中国を含めた諸外国との国際協力が可能であり、それこそが台湾の生存発展によって最高の条件を生み出す。 黄金の三角、編集すでに純粋申告レベルにある台湾が、さらに発展するには、生態環境を犠牲にしない持続的発展、経済的な財を適切に配分できる、社会政策とのバランスと、均衡発展が必要だという考え、四つの優先、編集1989年に打ち出された原則、台湾優先、文化優先、環境優先、弱者優先を言う、 コミュニティ主義、編集コミュニティとは、公共管理の最小単位であり、民主主義が永続的に運営されるための基本でもある。台湾の S2 式対立、党派間の対立の問題は、健全なコミュニティをボトムアップで作っていくことで、解消されるという意味である。愛と信頼、編集高押し市,市長となってから打ち出された理念、激しい政党対立が展開される。台湾社会では、 人間間の信頼関係が徐々に失われつつある一方で、盲導犬と人との関係には愛と信頼が存在していることを発見。ここに信頼回復の鍵があると考えた。外交、両岸政策、編集台湾にとって伝統的な友好国である日本とアメリカとの信頼関係の発展と強化を目指し、中国とも対話を進める現実恩恵路線、日米を軸に、 韓国、欧州、国交があるアフリカ、中南米、太平洋諸国との関係発展も重視している。台湾を愛する12の建設、編集12項目の優先公共事業を設け、政府支出を増加させ、経済成長を促進する。5つの基本理念、編集5つの効果と、利益、編集執行の説明、編集産業再建345、編集貿易政策、 編集各国との自由貿易協定、包括的経済提携協定を推進し、国際通貨基金、世界銀行、経済協力開発機構の活動に積極的に参加する。両岸政策、編集両岸政策は独立せず、統一せず、武力行使せずの三つの能を掲げた。また、中国とは92教式に基づいて協議する。そして、 中国との両岸共同市場構想を推進し、中国との融和を目指すとともに、台湾経済を活性化させる馬候補が当選。社候補は民進党の強い支持基盤であった高雄市と台南市で敗北し、総督票数でも大差をつけられ大敗北。総督票数は、馬英久候補765万票に対し、社長帝候補は544万票。 総統選挙に合わせて2件の公民投票も行われた。2件の公民投票は国連あるいは国連を含めた国際組織への加盟に関するものであったが、いずれも投票率が50%に満たず否決された。公民投票に付されたのは以下の2案である民主進歩党のユースズ元党主席を代表として提案された台湾名義による国連新規加盟と 中国国民党の副総統候補者であった、小つむがが提案した、中華民国、または、その他尊厳ある名称による、国連復帰である。これらは、1971年に、国連総会採択された、国際連合総会決議2758によって、中華民国が、国際連合における、中国の代表権を失い、後に、国連を脱退したことに起因している。 1990年代以降、中華民国政府は、中華民国あるいは、台湾の名称で国連への加盟を申請していたが、いずれも受理されてこなかった。台湾名義による国連新規加盟1971年に、中華人民共和国が中華民国に代わって国連に加盟し、台湾は国際社会の孤児となりました。台湾の国民意志を強烈に表明し、 台湾の国際社会での地位及び参加を高めるため、政府が台湾の名義で国連に加盟することに同意しますか中華民国、またはその他尊厳ある名称による国連復帰我が国の国連への復帰及びその他国際組織の加盟申請の際、実務的、弾力的な戦術で中華民国名義、または台湾名義、あるいはその他の参加可能かつ尊厳ある名称で、 国連の復帰及びその他国際組織の加盟を申請することに同意しますか中華人民共和国は特に新規加盟案を台湾独立につながるものと警戒しアメリカやロシアなどを含む多くの国が反対を唱えた。新規加盟案を支持したのは中華民国と国交のある国々に留まった。日本の対応としては二千七年十二月十八日に中国を訪問した 福田康夫首相が、恩加宝首相との会談の中で、台湾の公民投票をめぐって両岸に緊張が高まるようなことは望んでおらず、また、これが一方的な現状変更につながっていくのであれば、支持できないと述べ、明確な反対を避けている。国民党の後白を主席は2008年3月12日、公民投票に対する国民党の立場を発表し、 新規加盟案の投票をボイコットする、復帰案への投票を支持する、両方をボイコットするものに対しては、その意思を理解し十分尊重する、立法院での決議案通過を支持するという4点を発表した。また、公民投票の実施は、総統選挙を有利に進めようとするものだとして、陳水編総統を批判した。一方民進党は、公民投票が否決されれば、 台湾はいかなる形であれ国連に加盟する意思を持たないというメッセージを発信することにつながると考え投票を呼びかけた。3月22日の総統選挙と同時に投開票が行われ、2案とも投票率が過半数に達せずに否決される結果となった。この結果について行政院新聞局は両案とも有権者の過半数が投票した場合に、 必要な同意票数を超える同意票が投じられているとして不成立となったのは国連加盟の名義及び方法に異なった意見があったためであり国連加盟の意思は示されているという内容の声明を発表した一方中国では台湾独立を目論んだ策略が失敗に終わったと報じられているありがとうございます